ヒツ入りイリの腹押し練習習場こんばんはヒツ入りイリホザワですはい、毎度ですヒツ入り松間でございますあ、トリオじゃなくなったんですねまあ一旦、はい、はい、えー、はい、トリオはトリオだったの一旦2024セミファイナルにて、はい、うん、うん、敗退しました えー、たくさんのね、応援の声、q、えー、クオカードのね、予想、みんなね、あのファイナリスト、あれがどうやら総額5億ぐらいの被害総額らしくて、えー、トゥリオと言えた人たちの合算するとなあまあかなりね、えー、みんなが予想を言えていただきまして、悔しいねー、ねーななー俺も悔しかったよ、まあ。あの、これから キングオブコントの、えー、ツアーみたいなのがもし始まったときは、ーいやー、ないでしょう、いやいや、あの日曜日、ごめんな、うん、スケジュールないかもしれない, <laughs> いや、コントはまだそこまでいかないね、<laughs> いや、ツアーやれないね。い<や> <laughs> 本当はらいまだ言えない情報がこっちにはあるんですいませんが準備だけそういう準備だけ怖い本当にありそうで怖いそういう準備だけようやった決勝行ったやつらよう止めたまあまあまあだいぶ俺らう2日間受けまくってちゃんと予選全部受けて終わったからもう正直めちゃくちゃ気分いいっすよ。もう 決勝行けたらそれはなおのことよかったけどねもう俺らだけが準決当日2日間ともどんな顔していいか分からんみたいな感じでエンジョイ勢なエンジョイ勢やけどみんなもちろんやっぱね感じたことない緊張感の皆さんの顔大げさじゃなく人生かかってるからなこれはほんまに準決行ってみんと分からんわもうこの空気感まるでちゃうわっていうほんまに。 みんなのやっぱこう、ね、ピリピリ感ね。はいはい、でそんなのやっぱこう中で、うんえー、ちゃんと受け切ったっていうのはやっぱデカいですよ。もう滑ってないからね。うん。はいはい。うんこれですよ。やっぱこの成功体験を早く君がなんとかつまんとな。んうん。 大変やうん、うん、あの緊張感に耐えられるかもわからんしななんか,か YouTube 始まったからって帽子かぶっとるけどよなんかよ、うん、お<前> <laughs> いやお前がガクブるやね一番、うん、お前が一番緊張する、ね、お前が一番ガクブるで止困、ま、んねえお前。 お前の震え全然治らへんな、しかし、締める、お前。どうすんねん、お前。言ってんじゃん。言ってんじゃん。どうやったら治んねん、治んないって、そんな。ガクブル君みたいにやれよ、ガクブル君みたいになんかもう、もっとこう、なんかビビリ、ビビリの方を出していく 裏とかはいいけど一発目はよくないいや一発目で出た時に唇震えてるのがよくないねお前その震えてるの震えてるよ震えてるの意外にしろよ震えてないよ山ほど震えてんねんお前これはもう震えてないよ震えてないってもうそのその戦いもう意味ないからやめてくれその震えてない証拠出してよ証拠 証拠証拠。証拠何本でも出せる、本で。<laughs> 証拠,証拠何本でも出せる、ね、ネタ中の証拠も。いや、だからこれはね、もう本当、マインドを作っていくしかないけどね。あまあまあ、うん。うもう、知らないことではありますけども、まあ、この空気感を早く、うん。あの、共有できるようにしてほしいわ。 そら、やっぱ頑張るしかないですからんん行くやつを頑張ってやらんとっていうことですわ、はいすはい、やってますよあのー、ますよね準決でネタ終わりのねプランナイの大井久間さん、うんこうね、楽屋階段上がってくるんですけど、はい、僕は初めて会うんですけどまあもうちろんもうピリピリしてはるんで出番終わりでねう上がってきてあったんですよ。で 初めましてなんですけどもうみんなねやっぱ挨拶とかしないんですよ吉本の上の先輩とかもみんなもうピリピリしてるから、うん、まあおざいますぐらいのああ改めて何年目のとかおはすのとか以い,かないんですよだから僕もこう上がってきて出た終わりきゅうまさんにおざいますっていうだけでな,なんかその時ちょっとゅうまさんが僕の顔見て、うん、なんかこう,こうちょっとこう言いたげな顔してあれと思ってなんかやばいことしたかなと思ってでも、うん、まあそこは別に俺もと思って。 でまた別楽屋後々僕がうろうろして会った時にキュうマさんまとって、うん、まあちょっとこう雨やったんですけど、うん、キュうマさんがわざわざ僕に「いやめっちゃほんまツッコミいいよね」ってこうきゅ<う>さんからこの言ってもらえるこの快感あの関西の賞ーレースバンバンこうね審査員見てで結果発表の時はこう、うん、みんな各芸人並んでるんですけど僕の隣にトゥリーをこう。 薩摩川 RPG カンタ越しにマイスイートメモリーズのお二人がおってお<ー>、ま、マイスイさんも初めまして、ねうん、でこういてでパッて目やったらツッコミの福田さんが、うん、もうカンタ薩摩川 RPG を越して俺に、うん、めっちゃファンなんですよってもう気持ちいい気持ちい,い不安,不安最高 <laughs>

俺三遊間とかに褒められてるけど。弱いなぁ。弱いなぁ。ちょっと弱いなぁ。例えば褒めてくれる。ないもんちょっと弱すぎるわ。たこやないもん。まあぁ、翡翠さんとか。やっぱなし、ご肯定感がなバばってこう、上げてもらえるっていうだけでもね。それは別に。うん。これはもう、波来てると。ここ頑張らんと、この、鶴竜の波をね、 知るかよドてもらうゥリオの波なんて。お前が勝手にやる。ゥリオの波かしてや知らねえって俺。ドゥリオの波。俺に関しては。なんか死ねた6本7本ぐらいだったけど、1本もなかったぞ M1 用のやつ。なんじゃお前。おい、うんことかエロいネタばっか作ってきやがってこいつね。こいつ聞いてなさいよ。M1 用にね、最後ちょっと牙って頑張ろうって言ったのに、なんか6本7本のうち4、5本なんかうんことかエロいネタばっか持ってきよって。え、それ違いますけどね。それは違いますけど。結果、いや、違いますけどね。ジ ど,ど,どれもあんようぐらいよかったんちゃういやああそのうんこはまず、うんうんね、一口ビールとかさ<お>汚いネタあでもあれは面白かったらいけたよ。ああああ 面白いならいけたよいやいや北大が勝つに決まってるやん北全国放送で一口目のビールを集めてなんて話をできるわけがないやんできるよ面白いならじゃあそれはあんまだったから思ってんだいやだからそれは面白いと思ってるっていうのはまああなたのセンスやけどあれはウケればおもろいおもろいこと言ってるのは分かるけどあれがテレビでやれるはやばいってっていうとこでやっぱそれねいや あれは、おもしろければいる。いや、マジで。じゃあ、面白くなってないってことやからまあね、それは。負けてないってことは、面白くなってないってことやから、そもそもそれは、あのテーマが面白くない可能性もあんねやから、全然、全然間違ってるよな、それは。その、その反論は。面白ければいけるって言ったけど、あのテーマが、そもそも面白くない可能性ありますよね。 だって受けてなかったんやから。いやあれは汚いとかじゃない。だからだからだから面白くないテーマである可能性があるやん。それはどのネタもそもそもね。どのネタもよ。で俺はあれはもうそれもあるし汚さもあるからどっちにしてもあれは多分そんな受けへんやろなっていうのはあったよ。なるほどね。知らねえ終わったというあれは。いやでもねその一本目も別に下ネタじゃないでしょ。いやいやあのあれやった。うわさ話。A.V. のやつとか。で言ったら三本ぐらいですよ。 いやでいやのよ俺さや本当に無理なのは AV のと甲州の俺らさ一応言ってたやんかそのほんとのソロライブは一応 m 1用に見けてのっていう感じで言ってたからよそのもだからしかなくやったじゃんあれだってだからしたなくは仕方ないもうこれはもうしゃあないなっていう感じやろそうそうそうだからこれいやそんなんもうこれをっ分のだ やってほしかったなっていうのはちょっと1個あるほんまは挑んでほしかったなってそれ言ってたからさそういうふうにソロライブはいやできなかったねそれはマジでいや毎日考えてできなかったそれを急に言ったわけじゃないやもう前々から言ってたやんこのソロライブを M−1 用出せるようにしようなってのこれ言ってたやろ言ったその分そのための六本にしようなってもう言ってたもんな第4本 だったなだからそういう観点でブイも入ってビールのやつとあとだ2よなだって7だもん7になっちゃった7って別も1本あれで6の事務所でやってたからな予想でできんのが4よなその倫理コンプラチェックで言ったら 何でもないのね。何やったっけうサいヌードモデルあと1個あったなんだっけヌードモデルももうちょっと前日やっちゃってるからなそれは別にしょうがないそれはしょうがないやっちゃってるんだけどまあまあでもこれはちょっとそう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 っうそ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 ううそう いいや悔しいよそこを粘ってやってもらいたいところの期待を込めてた分、うん、ああ,、まあ、あ,まあまあな、まあ、っていうね。 でももちろんねやったっていうことは事実としてすごいんやけどもでも結果しかないやもう結果しかない m 1用の何かになりそうなものが汚いとかじゃなくそうなりそうなものがそれは一回だけど結果としてなかったっていうことがいやこれまた厳しい戦いになりうるなっていう別に分かっとるわこちらとら 昇進図に載ってたか <laughs> 俺は終わった瞬間もう「はあ」って顔してたろ普通に。<laughs> <laughs> 悔ししいなてたけど俺が浮かれてんならなまあでもねしゃあないからもう悔しい顔なんで俺お互い何見せもやってるしやり合ってんねやからお前の悔しい顔なんて別に俺見たくもないし見たくもないや見たかって何も悔しい顔ないねんな結果しかない俺らってもい分かってるだからここで行ってくるのか間違って分かってるあだもん分かってるあだもんそれはちゃんと。 こだわってやっとしかったっていうのは正直伝えるよ、やっぱそれは。う,ーんうん、そうね。まあ、な。うん、そこ、だって。はい、もうしゃあないやん。それはな。あの。<ん>俺、思ったことやからな。これも。私が率直に思ったことやから。うん。まあ、まあ。まあ,まあ,まあ、まあ、とりあえずね、今。こっちだ。残った、残ったもので。はい。 やっていくしかなくなったっていうことではあるんやけどここ逆にもうバッて切り替えてこれでいこうに振り切っていきたいとこではあるからそこちょっとこうもうちょっと切り替えていって今までは逆に言うと m 1でこれやるっての時にあんまりそこをガッガできる感じなかったやんか。選択肢が <laughs> あのいや選択肢というよりは、中身をこう叩くときに。結構いけることがない。やんそれを結構頑張り。頑張らない。いや、それは分かってますよ。そこ逆に。もやってなかったからな。もちろん。うん。そこ。頑張りましょうね。という。うん。そう、お互いに一緒に。いや、そりゃそうっすよ。はい。<laughs> <laughs> 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 いや正直その昨日をそういうのあるかなと思ったけどそれがなかったから昨日ああまだないんやって今日はある今日はあるやったらええのええかストロライブ終わってなんとなくないな、はい、あもうじゃこれでいきましょうって俺言って伝えてもうこれとこれにで昨日ライブあった時にああなんかあんまり帰ったいとか言うてこうへんあれなっていうのがあったからあれね,あれねうん 前日オールしちゃったから。うん、あのー もう何も思いつかなくて <laughs> 無理だったいや俺も変えなきゃなんかがなんかを変えていかなきゃっつってでオールしちゃってオールしちゃっておいオールはするやんけいやまあオールはしてもええわオールはし,しても考えとけよだからその,その頭じゃそれをよでこれじゃあダメだって昨日はちゃんと寝て今日はまあちょっとね一とくだりここはどうええ帰りってなったそうそうそうじゃそれやったらまあまあ別にあれでしょだからその骨格もうまるまるここはとかよりは毎日 んかそれを考えなかったらもうその意味がないというかだったらまた死ぬたて考えた方がいいやんってことになっちゃうからそれをそのままやんねやったらうんそうですそういうことになりますからさあ行きましょうよっていういいやもう俺はもうずっと葉っぱかけ続けるからこんなあのそんなできへんかったからうんとか言ってるお前見て分かる分かる。 頑張ったもんな。言ってないし、マジで。言ってないしいや。言ってないけど、うん、そのなんかいやいや大丈夫お疲れ本間、うんま、頑張ったな。うん 6本作ってくれたわとかっていうねぎらいの気持ちがないわけじゃないけど俺はそっちを言ってみないから「おいなかったの ?1 本も!」っていう「おいどういうことやねん!」「おい契約取っちゃうやんけ」って契約してねえよおいこの前言ったらここから1本ぐらい m −ン用のんか出せるぐらいだと思うその気概でやだってできないでもやるの積み重ねだろでできへんかった時にまあできんかったけど頑張るかっていう時よりはうん こいついや、それはだから周りから見たら異常者だよ。いや、それは、みんな分かった上でねぎらってんだよ。みんな分かった上で絶対ねぎらって。だからおかしいんだよ、お前は。お前は、自分でトゥリを結成したみたいな面してさ。だからやっぱ、お前 <laughs> ん、ね。いやわ、わ、かって、それでも。 それはな、できない。じゃあ次は、それは言わして積み重ね。なのそれでやってんねん。じゃあ俺は無理だ。うわーとかならずに、それでやってね。いや、意証でぎらいの言葉で逆にお前が補っといてくれじゃあさすがとピン芸人になれって話なんだから。俺の声で、俺の声で、俺の声俺の出ぎらいを変換してやもうい。俺はこれをやらない。それはない。お前のストレス発散なのええ、それはやっぱ、言わんと響かんかったって言えば、過去の積み重ねよ。こういうこと以外もね。 うんうん、言わんかったらなんか普通に分かってないがたくさんあったやんかまあお互いだよだから多分それがあ ほんまに分かってない可能性が一部でもあるっていうことの可能性をやっぱ踏まえてコミュニケーションおいおいおいもしかしてさ7本6本作ってさよっしゃよっしゃって思ってないかいってそんなそんな声量で言う必要はないよなおらおらおらみたいな親友ち入ってきてなや言いたいそれは言うとかんとやっぱ過去のね過去の過ちをね繰り返しちゃういコミュニケーション不全よりはなんか普通にさやっぱい 直にさあの六本のあの2本目でいいと思ってたとかなったらそれはねうわ言わんかったからこんなそう怒ったかってなるやんやっぱりだからそロライブ終わってからまだ何も言ってなかったやん特にああまあ特にねだからこのラジオを1回目であの感想も含めねあの六本の感想も含め今日ちょっとかましと一かまし分かってら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  分かってらはダメだ分かって分かって。社会やったらなて言われたも分かってらって言ったら分かってるとやるやボケーって。そうそうそう。これどっち言わなかったじゃん。あの時もカードとして残しての分かってらはずるいな。分かってらこれはずるいよ。一番やるやボケ言ってちゃうぐかい分かってらやったらよって。言わなかった時に言わなかったじゃん。言かったっていう彼たどっちもめくってくれたつあったらずるいな。 だからもうこれしゃあないんですよ。まあまあ僕は UFO を選んでるってことで。そこが一番いいから。まあね。まあまあ今まで音声やってもらったらこれで心配する人いるけど YouTube と合わせてみてちゃんとパワハラコントをやってますからちゃんと。より見づらいより辛いだろ。パワハラコントこちゃんとちゃんとやってますから。えって台で財をなしたやつの姿勢じゃん。こんなふんぞりがえってお前。なあ。なんか世襲とかじゃないのちょっと安心してきたわ。 音声だけやと、これ、ちょっと見る人によって、より不安ないうになるって、絶対。いやいや、なんであんな偉そうなん。だろこのやりとりをさ、なんか、あ、いや、大丈夫かな、変わるんちゃうかなって、こんなん見たらさ。はは、なんだ。なんか最近ね。楽しいじゃん。大丈夫ですよ。言うように、大丈夫ですよ。いやいやいや、お前が言い出したら、違うだろう。マジで、ずっと。大丈夫ですよ。こんな、これぐらいの。仲いいですかね、とかで締めゅ。別に、仲は良くない。仲いい方って言ってる時、あの、仲。 ほんまに悪いやつだからさ、ほんまに悪いやつだと並んだときは、俺らはまだ仲良い方ですよって言っただけで仲なかなか良くないわお前とお前が <laughs> そうそういやだからこいつがさなんか大丈夫ですからねって言うと別に仲良かねえよ <laughs> ほんまにヤバいやつらを最近見すぎてるからめっちゃマシに見えんねん見すぎてるよねなんかマジで全然マシに見えるわほんまにこれは <laughs>、うん 全然ましですよ。あの最近ねすごいですよ。ほんまにましよ俺らなんて。ほんまましです。それを言うてんねん。お前ちょっと仲いいなと思ってない個も。いや、なんかそういや、お客さんはやっぱさあんまり頭よくないからそういうふうに捉える。あほんまに仲いい。そう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 。え、それはお客さんはほんまに仲いいって思ってもらうとった方がええんちゃう。こんなの表でやってるけど、ほんま裏では仲いいんですもんねって思っといてもらえてる方がええやん。え、真相を知ってるのはじゃあ。 チューブラリンの俺たちだけになっちゃう、うん、そのちょうどいいさ、うん、本当の度合いというかさ、それを中野、そう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 、いやそれは別にあの隠してるわけじゃないか言ってるやん、俺らはもうビジネスでやってるだけでって言ってるだけで、<ー>でもみんなは汲み取って、うん、いやでも、うん 本当は仲良っきいからあんなふうに近くで漫才もやってあんなふうになんか DV コントみたいなこともできるんだ本当にに辻ネリさんってそういうの面白いよね私もっていう人が多い普通に見て普通に楽しめんのよかよんかその拡大解釈ばっかりその方がええやんまあまあまあねまあだからこっからはねパリッと切り替えてうん マジでほんまに考えよっぽどかある人って普通に事務所ライブがあるからね新ネタは考えなあかんからしゃあないからねこれ撮ってる明日は撮ってる翌日の明日ははかるワングランプリっていう測量機みたいな会社のやつの営業で。 はかんからねネタでるワンのネタもちょっと考えワンのネタうできてないからどうなるか分からんけどそれはもう明日用のやつやからまあまあまあ囲去でたら寄せてもええんやけどソロライブお疲れさんっていう声も来てるよだからこれ見て普通だったらええ おりくが,うおぎがうまいささ、ね、さん松村さんこんんこにちは先、はい、日のソロライブをお疲れさました「m 1マイという忙しい時期の中コーナーなし新ネタ7本という超ストロングスタイルの漫才ライブに非常にしびれました、はい、ネタの面白さはもちろん LINE5 泊のエピソードや、うん、最後の l i n e w a を含め笑いっぱなしの楽しい60分、うん、お二人は現在までさまざまなライブに出演されてきたと思いますが、はい、思い出に残ってるライブとかこれから出てみたいライブ主催してみたいものがあればぜひ教えてくださいこれからも応援してますということ、ね<ー>えー、まあ60分、はい、あのー、基本はもうネタで、ね やりきってちょっとこう遠くネタの中でトークしつつの60分ではあったけど最後ねエンディングでねちょっとこう細田がやっぱかっこいいって言われた方がいいよっていうことでその時もあんま客席からさ細田さんかっこいいなとかお前の方をたくさん写真撮る子とかんか細田のうちわを持ってる子とかさ細田さんとかそういうのおらんいやでも「京極はおるで」。 それは間違ってる。<laughs> <laughs> そんなさ、王国とかおるで。それだってだって現に結果良くないファンを生み出してるじゃん。でも、<うん S 2> でもそれで売れ売れてるでもう言うたら結構もう売れそうなやだ, <うん S 2> だから。 まあえー、途中退席する客が増えてもいいのかいや,いいいいいやそれ、途中退席する客が増えてもいいから、うん、うちは持ってきてるお客さん引っ張ってこい。<laughs> 俺、いらねえ。俺、いらねえ。っってこいうちは、いらねえ。うちは見て、お前の顔だけ見に来てるお客さん引っ張ってこい。うん、もっと。いやー、うちは作んないでな、マジで。<laughs> まあねこれもう一つ来てるんですけどねちょっと質問後で答えますけどラジオネームアナルト金時さんね松田さん松田さんこんにちは初めてお便り送ります細田さんの「美女」ですが九番がいると京極さんくらいまで伸ばすのどうですかなるしキャラな感じじゃなく色っ気があるっぽくなる気はしますご検討のほどよろしくお願いしますということでほら京極ぐらい行ったらってことやねんけど。 やっぱ難しいのが花はないやんかやっぱ細だってもう花がないんだよめっちゃ花あんんねだからやっぱまあ京極ぐらいって言っても分かってんのはいいんねん京極になれるわけないっていうかなれるわけっていうかその花のねあの感じとかだから言うたらさっき今言ったとこねうちは持ってるお客さん引っ張ってこいって言ったけどまあ本当は違って。 その本当は違う細田さんと飲みに行かなかったら、うん、私もう二度ともう外出ませんみたいな、うん、そういう、うん、そういう感じの子いっぱい連れてきて、えー、<laughs> お,お前にフィットする子って言ったら「細田さん私の LINE 無理しするんですね私の DM には答えてくれないんですね <laughs> じゃあもう二度とお笑いも見に行きませんさよなら」。<laughs>

ままああそこまで言わんけどなそこまでは言わんけど選んでた家におる子とかんか言葉選ぶ子たい家におる子ウーバーでしかご飯頼めへん子が一回の多分やっぱ刺さるそうやと思うからそこにもうちょっとこうねアプローチパッパッパッてしていきたいだからそういう子って多分これやってる方がうん。 刺さんねん私も分かりますあんな風に言われて落ち込んでいったりボコボコにされて苦しいですよね。 私もわかります。細田さん会ってみませんか。これやね。素が青です。これこれこれ。この方がいい。なん何人もいたらシンパシー、シンパシー与えてるから。全員に会ってそのやばいじゃん。バシャっとして全部会えよ。全部全部会っていい。お前は全部会えそういう人に。もうもう色恋。全部会え。色恋すぎるだろ。でこいや色恋から生まれてくる何かもあるかもしれないよ。急に舞台上がってナイフでこう。 あいいあそれあ鮮やかやねすごいお前絶対鮮やかお前鮮やから吹いてる血をほんまに俺のフリップにこうバチャバチャ何みたいな最後の回答みたいに出すなんか細田だ最後の回答みたい壁になってさそのナイフから回らないといやいやちゃんとその刺したこうとかいいしゃしゃとか言ってわけかこうしゃしゃとか言う先生に言うたら 笑えない血が出てるから <laughs> 先生に言う前にそういうやっぱ人を刺さる人であってほしいからね強国 <はい S 2> と違う住み分けをするとしたら <はい S 2> だからすみませんちょっとこのあれ と金時さん、すみません、ちょっと強国。にはなれないです。やっぱ何。何度か言ってますけど、文豪、イケメン文豪の人生と。かっこよさやからな。うん、はかな最後入水していくタイプの。やっぱ儚さで行くしかないからね。これはちょっとしゃあないな。まあ、まあ。そっちのあやうさ。やうさをやっていこう。うん。 なんかそれは何かありそうやねんけどなまだちょっともうちょっとな確かになまだもうちょっと表現してるちょい言語化してそう言語化とは分かりやすさなそれのライブ打つぐらいまでそうまだ今要はせいぜいあシュッとしてかっこいいですねの息なんですけどね、うん、こっからそこの魅力が出てきた時にいいんですよさ、ね、らに,、ね、にもっと、うん、いや伸びしろしかないよめっちゃあるよじっとじっとした、うん、いやいやじっとじっともらえけどそのキャラクターとかもそうやし 全部伸びしろし今逆に言えば何にもない状態でなんかはあるるわ。キャラクター的なもんで言うとなずっとこうお扇す組んでお扇子をすかしくんでやっててそこだけでもう戦われへんくなってきて今次のなんかこう出そうとしてるっていう意味では一番今伸びしろあるよ一番伸びしろ最後は褒めてくれるんすよね一番伸びしろあるからまだまだこれからの子や頑張りますそうやろ かてまだまだ技術全然赤子同然やからこっからこっから技術伸ばしたよ。いつもありがとうございます。いけるい番実は伸びしろあんねんで。はい。十一年目のみんなのまで。伸びへんかったらボコボコしてるからなお前。伸びてるわ。伸びてる伸びへんかったら伸びてる。こいつ。別に伸びてる。 日進月歩伸びてるわ。日進月歩伸びてるわ。一歩一歩。そうだ、科学みたいな。のお前、科学技術ぐらいの伸び方かよ。お前、ちょっとずつよ。に見たデイさんが言ってくれるぐらい伸びてるわ。デイさんも、お、しんどそうなお前見て、何とか褒めなって思って可能性もあるけど。いいえ。いいえ。 は、え、まあまあそれはねそれはいいことですからねえ普通とまだありますけど君のおごりで焼き肉とか食べたいさんね小沢さん松田さんこんばんは先日のソロライブで初めて生でお二人のネタ拝見しました小沢さんが舞台の上でうんこをしたり AV のまねをしたりしてびっくりしましたと裏話などあれば教えてくださいということでねええこのうんこをしたりっていうのはうんこをしたりするネタでほんまにしたみたいなほんまにしたみたいなほんまにしたみたいな連絡はやめてうんこ絶対になる の舞台でうんこしない俺も止めるしそんなネタやるって言ったら止めるし朝一のライブでななんでこいつ AV の真似をは言えてんのに AV のまねはちゃんとしようとしたりとかしようとするネタをしたりとかっていうネタに言ってほしいしうんこはしてないけど裏話などあればやってんかまあ割とさっくり当日集まって朝10時過ぎに集まってまあひとさらいして。 で、ほんまにあのーうん、ネタをこう…これはこれでやって、まあ、前日事務所ライブやってな、うん、で、事務所ライブでね昼間に、はい、まあ言うとほんま事務所ライブ事務所ライブも新ネタやから、うん、そのソロライブとは違う新ネタをお、はい、ろしたんですよ、はい、で昼夜あるんで昼おろしたんですけど、うん、そのちょっとそのネタがもうほんまもう,もう設定も全部説明しますけど、うん、その。 なんかまあどうもって出てきて、細田が結構遠くに降るみたいな、センターマイクじゃなくて結構離れた、もう本当に下手袖ぐらいのね、袖近く結構離れて、る何してんねえみたいな、どうなんでこっち来へんねんいや実は息が臭くて俺、測定したら息臭い、うんこと同じ数値が出て、だから俺臭いからそっちに行けないいえこいえそんな別臭ないよこっち来いよ、いや本当臭いんだよみたいな。 ほん臭いから別にに大丈夫まじゃあ今からちょっとチェックしよう今から目つぶってもらって匂い嗅がしてうんこか息の匂いかどっちか当ててくれみたいな感じのネタやったんですけど本当にこの最後のチェックね僕が目隠ししてにってうわうんこしてるこいつって細田に息を吹きかけられて言うってとこまでがしんどすぎて。この 離れるのがシャバイってなんかでもね俺これね思い出したんですあのあとネタ見せん時も似たようなのやったんですで俺が「口隠す」とかでいいかなって言ったら「距離取るとかでえんちゃう?」ってお前あ,いい <laughs> あ,あんな遠いと思わんかった俺さあネタ見せん時さあ,あんな遠なかったやん。 まネタ見せのね、だから俺あの距離やと思ってて、なんか下手そうぐらいまでおったから、えそんな遠いんと思って、ネタ練習一回もせえへんかってんか、だから俺ネタ見せやったわね、そんな遠い、あその距離、いやあんな遠かったらもうなんかねちょっとやりすぎててと思って、距離取るのシャバやろみたいなもう一個のラジオで言って、てあの距離はシャバ、声が言い出したんだけどなってあんな離れられると思ってんからさ、ネ見せの時全然二メーター ぐらいその距離でこうやるぐらいの感じだったんやけどんかこうえそんなトークでやり取りすんのとあともうほんま昼はええねんけどさ夜がさケビンスとさ。 真空さんのファンで夜、事務所ライブ史上初のさ満席というさ現象が起きてさ満席のケビンスと真空のファンでこれはちょっと怖すぎるってなってこれはちょっといくらなんでも事務所ライブで新ネタですとはいえこれはやばすぎるってなって急遽な日本ネタでやるやつを1本夜やるっていう。 作ってみたいなあれだけほんまにほんまにはけながらもう一個のラジオの収録しようといってそのまま携帯で撮り始めたけど「あホスだ夜もこれやるんかマジやめようや」これこれ無理や」ってほんまに言って。 お前が言い出したやあんなあれも全部言わなあかんねなって勉強したんかえそうよほんまにこんな離れ俺は分かんない2歩別に言われても2歩取るのといっぱい取るの別に2歩もシャバいならまだ分かる2歩はシャバくなくてもっと取るかシャバいはもうあんまり分かんない

六本ライブの方ではね、はい、あのだからちゃんとこう口を抑えるっていうやり方にしようってか、ね「はい、<laughs> ちょっとやりましょう」みたいなんでちょっと一個やったってぐらいが、はい、まあ裏話といえば裏話ですけどね。何

30分超えてんのを見てああじゃないよ裏話ないやねんお前今さら裏話あったみたいな4050ってカウントが出ててもよ喋り続けたって喋る分にはいいけど裏話あるみたいに言っちゃったのにあ喋りたかった裏話あったのにできませんでしたみたいなことそうですねあったんちょっとさないですないです あるみたいに言っちゃっただけで時間あるいやないよ本当にほんまあるお前がその母校のあの学祭行った時にあの学校の先生に誤爆したこのラインラインの話じゃないそれねあのね裏校の文化祭のオープニングアクトみたいので呼ばれたんですよ母校のまあそうそうはいで当時の先生から3日前ぐらいになんか 来るんだね楽しみだねあの保険の女の先生から当時の保険の先生で今で来てでなんかその女の人のキャピキャピした連絡みたいなのがほとんど普段しないんであの彼女と間違えちゃったんですよその送った彼女に送るラインをその要するにその当時の先生にラインの一覧があった時にもう彼女ぐらいしか別に 前に行かない上に行かないんで、うん、そうで先生に彼女に送るべき LINE を誤爆しちゃって、うん、それが「うん、おやすみおばあちゃん」って <laughs> その <laughs> 俺が。 は彼女おじいちゃん、おばあちゃんと呼び合ってるんで。おじいちゃん、おばあちゃんって呼び合ってるのばり気もないですか。おじい、おばあと呼び合ってる。いやいや、俺らも、俺も大概ね、それはあの、狩野さんのラジオとかで、ちゃたちゃんとか、まあちゃんとか、まあ、いろあるけど、おじいちゃん、ばあちゃんが一番気持ち悪しない。どういう意味いや、当然、派生していってよ。 <laughs> あだ,と一緒だから <laughs> どういうい意味俺がすっごい腰痛の時期があってもうジジイじゃんみたいなもうでジジイみたいに呼ばれだしてで俺もだから「ババア」って呼ぶようになってでちょっと言葉きついかみたいになって「じいちゃん」。 ばあちゃんみたいなとこから、おじいちゃん、おばあちゃんのさ。いじりでさ、ばばって一回言うにしてもさ、それ以後ずっとばばって呼んでる時期が。おばあって呼び合って。え、それもう。毒蝮三代言うやん。マジで。だから。おじいちゃん。で、マイルドに。毒蝮三代言うやん。お前のプライベート。その保険の先生が、まあ、五十歳。 五十歳ぐらいなのかなだからそのおばあちゃんって言ったことがそうそうふざけておばあちゃんって言ったみたいにそうそう私に送ってるってこうもギリあるっていう,うだからやべえって思ってすみません彼女に送るの理由をやってしまいましたっつっていいお前彼女にそんな、はい 彼女に彼女と榎本にだけ強いなお前は。榎本？彼女とか榎本とかにだけ、うん、だけはなんかそうやって榎本？青色の青色の榎本とかにだけ。<laughs> いやいやそ,そう。マ,ママとかそんな,な言えるやつには行くっしょ。<laughs> それは言え,、ね、言えるやつには行くっしょ <laughs> 弱い虹のしいいいかないっしょではやつに強けるノリの時だけ行くっしょ。本当には行かないっしょ。<laughs> いやちょっとそのね、あの、言うたら、え舞台の上で漫才して、で、ちょっと質問を受けたりして、で、あと、学生さんと、みんなで大喜利とかもやってるで、その中で、あの、言うたら、応援団のね方がいまして、今、在校生で、応援団の子、で、それの顧問やってる人とかももちろんおって、で、 一応ですね確認ししまたたその先生ちにかつては細田がいた時の先生もまだそこに在校してはって聞きました「細田一応がりやった」って言ってますけどやってないっていう疑いがあってるんですが写真も証拠的なもの確証的なものはない先生どうですか先生はその当時見てましたよねどうですかって言ったら「いや本当 本当に覚えてないって言ってだからついないですいやいやいこれは逆に証拠あの先生ははっきり細田のこと覚えたよ細田覚えてるよね細田のこと忘れないよっていうもう細田のことを特に覚えてるぐらいの感じっててそんな細田をあじゃあ実証がりやったんですねいや それだけ本当覚えてない。いや、これはだから、みんなやるから、みんな基本的にやるから、あれ気使ってる。あれやってないなら逆に覚えてるって。やってないなら、こいつやんないんだって。やってないって言ったら、お前のキャリアが終わってまうんちゃうっていうぐらいの、なんか、顔つきしてね。 覚えてない。って言ってたからいよいよ高木カンタていう通りになってきました。写真で一回 SNS 上げたと思いますけどあれは細川さんとかの誰かです。いん ちょっとやってます。これに関しては嘘やということがほぼ。これ以上踏み込んだらもう本当にやってる証拠でちゃうんで。ほぼクブクリン嘘ってなっていうか今。このこれを。えいいの？一回一回数の証拠もこれ。これでいや何遍も言ってるけど、これで俺がやってないなら俺もねこう楽しむよこのシーソーゲーム。やってて盛りされてていうやろ。っていうけど。 かも証拠が出てこってるんだって。鼻袋から持って,きて。もうもうだめからいい持って。いい持ってくるよ。終わっちゃうよ。<な> <laughs> いいよいいよ。終わらして。当時応援団にこのノリを。細何々がいなかったとかでも証拠になるよ。 いやそれはなれへんなるよ。だってじゃあ、の細野ゼッケン誰ってなる。ゼッケンを借りただけの可能性もあるし。そんなやつ。体操服借りたとかもあるから。お前体育祭でみんな体操服着る日のイベントに体操服借りるやつやりそう。お前体育祭で体操服をする。いやいやいや。で、なぜ貸してくれんね貸してくれるやついないんだよ。い着持ってたんやいないだ。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 いない ちょっとその時に舞台上で在校生の応援団の子から一番得意なその時の応援のやり方を見せてくださいとかの舞台上で僕映像撮ってますんでこの YouTube でねあれやったらちょっとおまけ映像としてね撮らせて頂いて三浦さんバーって見た後とどうやった感想って言ったらもっと頑張った方がいいと思いますって言われた。 まあ、ね、言われてた、ね、もっと頑張った方がいいと思います。やっぱ三十三歳のおじさんに高校生と同じ動五キできない。もっと頑張ってくださいみたいな感じ。<laughs> 赤ペン先生みたいな。言われてた。十八 <laughs> <laughs> 個ぐらい下のやつ可愛らしいな。可哀想。こんな一年生ぐらいの子。はい、あいつな。もっと頑張ってください。<laughs> <laughs> <laughs> 楽しかったですね。ね楽しかった。めっちゃ面白かった。まあ、本当あの俺は全然知らん。学校ではあったけど、はい、なんか男子校っていうとこに行くことがほんま初めてぐらいの感じだったんで、なんかめっちゃ前のめりで、はい、みんなこう笑おうとしてくれてかた。すごい。あの楽しかったです。はい、あの埼玉県。 浦和高校の皆様ありがとうございましたよかったらまた YouTube で、はいえー、このラジオ最後ねちょっと喋ってるんで見てくださいはい、はい、というわけで、えー、と一応ですね「M.SODA1130 at gmail.com」ツイッター「ハッシュタグ羊橋」に潰れていただいてる番組公式アカウントのフォローもお願いします,ますそしてですね、はい、この YouTube ね あの今この収録の様子とかそのまま映像で出してるんですけども今後ねここの箱をまあプラットフォームになんかいろんな企画とかあのそういうのもあったら上げていこうっていう,こう目指していってるんでまあ,あれやったらこう見てる人もこんなことも見たいですとかラジオ企画とかねええし見れるところでえ何かやってくださいとかあればそんなんも全然普通歌でいたでければもう映像で見れる時間もそうそうないやんか。どういういこと いやもうあんまり映像ないからさ俺ら映像がない映像がないっうか映像減るからさ減る今まで見れてた映像毎週見れてた映像が俺ら毎週やんえた深夜に見れてた映像がさ俺たちって映像減るんだ編集テレビ終わったんだったそう俺たちもう映像減るんだこれが流れる もう翌週が最終回。これ19がラス二回ので、その翌週がもう最終回です。だから僕ら映像で見れないです。本当にもはい。ぜひここをね大事に。プラットフォーム。プラ大事にプラット。これしがむよ。ここだけは失敗しないで。最悪ここであのこっち旗も流すから。あそこっちこちら旗あの一向に伸びない勇気ですね。 こっちなですから。はい、<の>一個になる。なぜならこっちの方が多いから。<laughs> えもう <laughs> 明らかにそう。もう,もうこっちの方が圧倒的に多い。なんで？だって何もしてないじゃん。<laughs> 切り抜いてるだけじゃん切り抜いてやってるだけやけどこっちの方がもうあっとコンビだからとかねもちろんあるだろうけど難しいな難しいなこれあれで浦和高校で生徒一人がさんか自分が顔出さずに何やったっけピアノかなんか弾いてるみたいなこういたんですよそれはもう高校生がやってます配信をやってる子ねそう配信やってますって言ってて龍を言うたら別にただの高校生が何のバックボーンもなく別にこうただ 好きなことを引いてるってだけの子が150人くらい落ちて俺と大差だよこちわたとほんま一緒かいてる気をせるわこっちわたほんまいい加減にしてくれよもういい加減にしてくれよマジで喋るだけでもよっぽどでえん裏声のやつ抜けいい加減にしろどんだけ企画もんでやってると思ってるんだよほんまはいというわけでよかったらこの YouTube の方もどんどん登録していってくれればはいいつかの生配信とか そうですね確かに結果これで見るとかね M−1 の結果を1000人ぐらいを者数目指したらバババっていけるかもしれない本当のそうかコンビのアカウントがないからねそうそうそうないからここから言ったらこれをコンビのチャンネルにしていってもいいしトリブンちゃんと決めとかないとバズった時揉めそうですねちゃんと食えるようになった時トリブンでもめそうですね別ににバズる 別に俺らが自分のチャンネル作ってもあかんわけじゃない。ああそう。ラジオのちょっと不穏な。あそうだね。はいというわけで、今週は以上でございました。登録の方もお願いします。あざっしゃ。チャンネル登録お願いします。